はい、こんにちは、たけチャンネルです。今回もですね、毎週恒例のこちら、アシェットの週刊セリカリフトバッグ 2000GT を作る、今回でボリューム26ですね、こちらの制作をやっていこうと思います。はい、というわけで早速開けていくんですけど、今回はペラペラですペラペラの感じになっております。じゃあやっていきます。はい、それでは早速26号の作業をやっていこうと思います。今回ついてるパーツはこんな感じ。ステアリングラックステアリングリンケージの組み立てと、あとフロントのストラットの組み立てということですね。はい、というわけで早速やっていきましょう。パーツを全部出してあげて、でまずはステアリングリンケージの組み立てということで、このパーツ、まあ多分ここにねステアリングから来てるギアが噛み込んで、でここに、タイロードがつくっていう感じなんだと思うんですが、しょっぱかない、ステアリングリンケージにリンケージレバーを取り付けっていうことなので、よいしょ、このパーツに、この部品ですね、この部品を取り付けます。でこれね説明は何も書いてないんですけど、説明書には何も書いてないんですけど、このパーツステアリンケージレバーっていうパーツになるんですけども、これ左右に穴が開いてて穴の径が全然違います。で、大きい方じゃなくて多分ちっちゃい方にネジをねじ込んでいくという形ですね。今回大きい方だとツーツーになっちゃうんで、こっちの小さい方の穴に、ネジをこうねじ込んでいくっていう感じでやってあげると思います。変えといてほしいですよね。分かる人は分かるんやろうけど、分かんない人は分かんないですよね、これね。ちょっと不親切かなと思います。こんな感じ。で、不親切の文句を言いながら僕が不親切になってしまったんですけど、ここを止めたこのビスは、ここに段がついてるので、目いっぱい締め込んでも、奥まで締まらないように。なってます。要はここが自由に動くようにねなってるっていう感じです。こんな感じ。はい、そしたら、これでとりあえずステアリングリンケージの今回の部分は組み立て完了になります。で次に、フロントストラットの組み立てって書いてあるんですが、こうか、このストラットのパーツ2つあるんですけど、ここに出っ張りが見えるか、ここに出っ張りがあって、ここの部分ね、ここの部分に出っ張りがあって、こっちにくぼみがあるので、それが合うように差し込んであげて、でここの穴ですね、ここの穴がここの長穴にかかってる状態で、このピンを差し込んで抜け止めをしてあげます。でこのギザギザがついてる方がね後ろになるように、これを先に入れちゃうとそこで止まっちゃうので、こっちが後ろになるように差し込んであげて、これを圧入するんですが、ラジペンでって書いてるんですけど、ラジペンがないんだよな。ちょっとこんなエッチングプライヤーなんでね、本当はこういうのに使っちゃダメなんだろうけど、これしかないからよ。わあ、めっちゃ気づいた。なんかいいのないかな。結構硬いな、これ。
奥がこっちが刺さってない、入ってないのか、まっすぐ入ってないの。超硬い。とね、穴がきつすぎるのかな。少しだけ穴の中をの塗料と穴の中の塗料をね、少しさらってあげて。差し込んで、なんか意外なところで苦戦しちゃってるな。なんか斜めに入っていくんだよな。ちょいとお待ちを。はい、すいません。ね、ちょっとね、ハンマーでもう立ち込んできました。もうね、かなりね、このギザギザ、あの抜け止めのローレット加工がしてあるんですけど、それがね、かなりきつくて、まあ穴を拡大してあげるか、まあ、もう無理やり立ち込んであげるかっていう感じになるんですが、まあちゃんとしたピンセットとかね、プライヤーがあったらスコンと入るんかもしれないんですけど、ちょっと、あの店になかったんで、もうハンマーで叩き込んできました。こんな感じ。これでね、一応抜けなくなります。こんな感じで、はい、これでね、一応今回の、組み立てに関しては完了になります。はい、で次の動画では、次回は右のフロントブレーキの組み立てっていう形になるみたいですね。だから
前回組んだこれね、これ左のフロントブレーキですけど、これに多分ね、まあ、どうつくんだろうな、こうなのか、こう、こうつくのかな、まあまあちょっとどうつくか分かんないですけどね、まあ多分こんな感じでくっつくんでしょう、フロントのサスペンションが。はい、というわけで、まあ多分しばらくフロントのサスペンションの足回りの組み立てが続くと思いますので、一個一個やっていきますので、続きが見たいと思っていただける方は下のチャンネル登録ボタンからチャンネル登録をしていただけると最新の更新情報など見ていただけますので、ぜひよろしくお願いいたします。あといいねとかコメントとかいただけると非常に励みにもなりますので、ぜひよろしくお願いいたします。はい、というわけで、本日もご視聴いただきましてありがとうございました。